千葉集団は、鎌倉時代中期の武将、鎌倉幕府御家人、千葉市の第九代当主、第八代当主、千葉頼り種の長男、北条氏徳宗家当主、鎌倉幕府第八代執権、北条時宗より偏記を受けてそうだねと名乗る。現行による不傷が元で没した父、より種に代わってそうだねは、異国敬語番役として、 九州に赴き大隅国守護職を与えられた。永任2年1月16日、30歳で死去。千葉助への本領千葉荘は、僧種への着南種差だが、遠方の地にあったこと、また、若年でもあったことから、僧種の留守を預かっていた弟、種衆が、実質的に領有するところとなる。僧種は、父、寄種から、 千葉スへの本領千葉僧を継承したほか、母を介して、祖父、千田康種の漁した千田僧や八幡僧、薄井僧及び、非全国沖軍を継承しており、僧種の没後着難の千葉種貞は、千田僧を本拠として種衆の子貞種と千葉し僧家の家督をかけて争うが、貞種が降伏した直後に自身が病没したため宗家、復帰はならなかった。千葉し僧家の家督は、 種州の系統が継承することとなる。その後、種貞の子孫は、仙田氏として、仙田宗を領し、非全国恩義軍にあった次男、種大の子孫は、九州千葉氏として存続した。娘は、下宇佐国佐島軍石井里の石井忠明に、嫁いだと伝わり、僧種の原存忠たには、非善石井氏の祖となった。ありがとうございます。